皆さんこんにちは、刺繍ブランド糸話の伊達です。今日はですね、富山にあるテリーナさんという新しく刺繍の生地を、作っていただいている工場に来ております。見えますでしょうか。はい、ちょっとですね、チラ見せなんですけども、今年新しく糸話で、秋冬かなご紹介しようと思っている刺繍生地を、今これはサンプルの機械ですねで作ってもらっています。この機械はインドの手刺繍とは違って機械で作ってるんですけども、もう本当に人の手がたくさん加えられていて、こう分かりますかね、糸がかけるところが本当に大きい機械だと数千本、2000本ぐらいかかるんですけども、今は大きな柄なので少し飛ばして糸をかけてもらってます。こういう糸をかけるところから生地を貼るところまでを、全て人の手でやってもらっていて、でこの機械もですね、とっても愛らしくて、すごく動いてる様子が見えます。カコンカコンという音が、これは今、サンプルを作る小さめの一番小さい機械でかけてもらっていて、量産になったらもっともっと大きな、一気に30メートル、そして2階建ての、機械へと移っていきます。私もですね、本当に初めて、機械の刺繍を今、作っているので、何でもこう初めてでドキドキなんですけども、今回のコンセプトは奈良の伝統的な正倉院の模様を刺繍するという、インドの手刺繍にはまた違った魅力と作れるようなデザインを頑張ってやってもらっています。今これは逆さ向きだし、まだ途中なので何の柄か分かりにくいと思いますが、出来上がった時にはぜひまた YouTube でご紹介していきたいなと思っています。ということで今日はですね、富山にあるテリーナさんというエンブロイダリーレースの工場に訪問させてもらって、この後サンプルが出来上がっていきますので、皆さん楽しみにまた動画でご紹介できたらと思っております。はい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。また新作の完成もお楽しみに。